新型コロナの感染者と重症者の数が、オミクロン株の出現にもかかわらず、政府の強化された感染対策、社会的距離の確保と、ワクチンの3回目接種の効果によって、いずれも減少傾向を示しています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は、4日午前0時までに新たに3024人が確認され、累計で、 六十四万五千二百二十六人となりました。新たな感染者三千二十四人のうち。国内での感染は二千八百八十九人。残りの百三十五人は海外からの入国者でした。重症患者は九百七十三人となり。二十日ぶりに一千人を下回りました。全国の重症患者向けの病床稼働率は六十二点三パーセントで。 首都圏に絞ってみても64%にとどまっていますまた病床の割り当てを待機した人もここ1週間は1人もいなかったということですしかし感染力の強いオミクロン株の感染が拡大しているため油断はできません神樹市のある療養施設では初のオミクロン株による死者が発生したほか早ければ今月末にもオミクロン株が 他の種類のコロナ株を抜いて優勢になる可能性があるとされていますこのため貿易当局は症状の軽い在宅治療者の急増に備えて委員レベルの医療機関を参加させる方針ですまた検査数が増えることを考慮して PCR 検査だけでなく迅速抗原検査などを拡大する方策も検討していますさらに3回目のワクチン接種に拍車をかける方針です